方のもとへ候補者本人戻ってまいりました。本当に厳しい激しい選挙戦、いつもの選挙で戦ってまいりましたが、本当に皆様のおかげでございます。どうか皆様最終最後までいつもの選挙エールがあって今日まで頑張ることができました。本当にありがとうございました。三本圭介、この雑誌光り輝いています。皆様のこのこれからの生活も必ずこの光を照らしてまいります。そんな仕事をさせていただきます。三本圭介、一週間駆け抜けてまいりました。今日まで頑張ることができましたのも一人に皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございました。それでは三本圭介、一週間頑張ったこの思い、そして最後のこの選挙戦、本当に厳しかった選挙戦でございました。最後の最後の皆さんへのお伝えをさせていただきます。どうか皆様ご清聴ください。本当に皆さん、この出にくい時間、そして緊急事態宣言が出ている中ですね、最後の最後これだけ集まっていただきまして本当にありがとうございます。日頃口達者にペラペラ喋ってますけども、今本当にですね、頭の中空っぽで言葉が出てきてなくてですね、もう本当に感謝しかありません。今 お集まりの皆さんの誰一人がかけてもですね、ここまで来ることができなかったと本当に思ってます。コロナで、そして緊急事態宣言で皆様にとっても感染リスクがあるにもかかわらずですね、毎日毎日手弁当でしかも支えていただいたことを改めて本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。今回はですね、本当に正直な話、4年前の方がやりやすかったような、4年前は怪文書が出まくりましたけども、何か怪文書が一つの見えない敵というような感じで戦えたんですけど、今回は本当にですね、なんか空気をつかむような感じで、コロナという敵はあるんですけども、なんか市民の皆さんにとってもコロナという緊急事態宣言で冷めてるのか、何かどういう感じなのか本当にわからないまま1週間がダダダダって進んだ、過ぎ去ったような、もうそんな感じです。3期目でチャレンジで、そして1期目も2期目も票を伸ばして、前回はあれだけの票と順位やから、もう三本さんは大丈夫やろとか、三本君は大丈夫やろとか、本当にですね、その見えない敵、そしてまたその噂というのか口コミでですね、本当に最後、今もそうですけどもプレッシャーでもうどうなるのかなっていう、そんな状況です。ですけどもこの1週間やっぱり活動してきてですね、やっぱり残りたい、勝ちたい、そしてもう一度、大暴れしたい、もうその思いがですね、日に強くなってきました。そして SNS を通して、ツイッターを通してですね、私の演説する場所に市民の皆さんが来てくださって、今日も JR 尼崎駅でですね、小さいお子さんお持ちのご家庭の方々が来てくださって、で頑張ってくださいねっていう、やっぱりああいう姿を見るとですね、僕という人間が、そして政治家という三本圭介がですね、この2期8年、いたことが少しでも、プラスになってるのかなという、また自信にもなりましたし、もう4年やっぱりやりたい、そういう思いが強くなりました。本当に皆さんに支えていただいて、そして大きく育てていただいて、ここまで来ることができました。そして今回この場所を選ばせてもらったのも、やっぱり8年前どこの馬の骨かわからない僕を拾ってくださった、辻井元会長、この九地、そして、この地域、やっぱり、この世界、義理人情、痩せ我慢、そのやっぱり人情と義理を忘れたらあかんということで、この2期8年もやってきたつもりです。ただまだまだ恩返しができていない、これからもさらに恩返しをしていきながらですね、広く尼崎もしっかりと引っ張っていく、そういう市議会議員でこれからもなっていきたいというふうに思っております。まあやんちゃくれで、ひょっとしたら生意気に映ってるところもあるかもしれませんけども、まあそういう起爆剤のような男も一人ぐらい、市議会にいたっていいんじゃないのかなというふうに思いながら、私三本圭介はですね、この1週間、戦いながら改めて思ったのは、やっぱりこの世界、痩せ我慢をしてでもしっかりと自分の身を切ってですね、身を削って、そしてその覚悟を示していくことが何よりも今の尼崎に必要なんだろうなと。コロナでみんなが苦しんでる、
市内事業者も市民の皆さんも苦しんでいる中で、やっぱり痩せ我慢でも政治家がしっかりと自分の覚悟を決めてやっていかないとダメなんだなということを、この1週間もよくよく分かりました。いろんなこれからの野望や目標もありますけども、そんなことよりも今目の前にあるこの市会議員選挙、やっぱり何としても勝ちたい。尼崎の維新いっぱい出てきてますが、それでもその中でやっぱり僕は上で通りたい、その思いが日に日に強くなりました。その思いをですね、全力で訴え続けた1週間やれたとは思います。でももう蓋を開けてみないとわからないのが正直なところですが、どんな形になってもですね、皆さんにこれからご恩返しをしっかりと仕事で、ご恩返しをしていきたいなと本当に心強く思った次第でございます。この1週間本当に皆さんありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いいたします。どういう形になるか分かりませんが、私三本圭介はこれからも逃げずにぶれずに、そしてご恩返しを忘れずに、義理人情痩せ我慢、これをしっかりと持ちながらですね、あとは死ぬこと以外はかすり傷で思ってます。どんなことがあろうともしっかりと歯を食いしばって頑張っていきたい、それをここでもう一度お誓い申し上げて、この1週間本当にもう感謝感謝の1週間でした。気持ちよく戦わせていただいて、そしてこの数ヶ月前からこの事務所を借りて、そしてこの事務所をですね、守ってくださった皆さん本当にありがとうございました。その土台があったからこの最終最後まで走ってくることができました。気持ちよく活動させていただいて本当にありがとうございました。これからは逆に皆さんに気持ちよくこの尼崎で住み暮らしていただけるために、私三本圭介一人一人の身ですが、これだけ多くの方々の思いを背負っている、それをもう一度再認識いたしまして、明日皆さんと一緒に投開票を待って、そして万歳と、そしてもう一度次の4年頑張ろうというコールができるように、皆さん最後祈っておいていただければと思います。本当に最終最後まで、そして大阪からも本当に今回ボランティアの方々に支えていただいた4年あ今回戦いでございました。本当にですね、もうその手弁当で来てくださった皆さん、もうそのご恩一生忘れないで、そしてまたご恩返しをさせてもらいます。本当に1週間ありがとうございました。ぜひとも明日みんなで万歳と頑張ろうやりたいと思いますので、最終最後までぜひともよろしくお願いいたします。1週間ありがとうございました。よう頑張った。皆様ご提供本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょうど8時や。本当にありがとうございました。ありがとうございました。